はまだビルが母邸と呼ばれる以前の話。宇宙は一人の男によって恐怖のどん底に陥れられようとしていた。究極にして無敵、銀河最強の男、その名も究極無敵銀河最強男。あるところにブラヒマー様がおりました。彼は銀河中を暴れ回る究極無敵銀河最強男を見て、天界に住むイダテンとベンテンに呼びかけました。あいつを止めないと大変なことになります。でもあなたたちは弱いから、ベンテンはお供の天使を鍛えなさい。イダテンには二人のお供を見つけておきました。三人一組となって究極無敵銀河最強男をやっつけるのです。二人はそれぞれのお供を連れて戦いに出かけました。銀河を恐怖のどん底に陥れた究極無敵銀河最強男は、自らのミスによりいともあっけない死を迎えた。たった一つの急所に当たった一撃は、最強の肉体を滅ぼすには十分だった。ありがとうイダテン、ありがとうベンテン、あなたたちの活躍はいつまでも語り継がれることだろう。何もしてないけどね。5 4
まだ OK。
Five. Four. Three. Two. One. Zero. ダメか。ダメなのか。